ミオちゃん、久しぶり。久しぶりです。面白いこと考えてしまいまして、現カメラマン、不器用。試験さっき言ったみたいに、お前が、もういきなり無事切れると。すね。動画見とって、ちょっと気になるとか言って。ただ、大きいカメラと一緒になってる、マジで調べた動画じゃないみたいな。集中できてなかった部分ももちろんあるから。できてないじゃん。僕らはやろうと全力してるやん。第三者だから、第三者の意見からしたらこういう風に。第三者が物言うなよ。じゃ任せろ任せろって、任せたらそれじゃないですか結果的に。いやこれからって時間割くから。1ヶ月任せて結局。これ見るしか映ってなかった。お疲れ様です。おはようございます。朝のドッキリ。覚えてあれだっけ。ミオちゃん久しぶり。久しぶりですね。お前もう出産予定日来とるやん。もう過ぎてる過ぎてる。出てこないからやつ。そう、やつ。名前決まったの？一応。あ、本当。まあまだ動画で言わんでいいけど、面白いこと考えてしまいまして、現カメラマン。安井くん。安井くん。の悪口が今盛り上がり始めまして。悪口って悪口じゃないよ。じゃあまあ俺がね、まあちょっと物足りないなみたいな。まあ悪口っていうか仕事の普段に対してね。あ、そうそうそう。今から。安井に不器用、はい、試験を取ります。さっき言ったみたいに、お前がもういきなり無事切れると。安井ミオ、キレキャラじゃないの。お前やる気あるんか。切れたらさ、しかもさ、年下でさ、なんか会社的にもさ、後輩になってさ、安井とか言われたら、だから面白いんだろうな。俺が怒ってもな、もうお前面白くない。言うこと聞いてもらえないし。最近ブチ切れたから、あいつブチ切れた、震えとったあいつ。ブチ切れるんでしょ。サムネがちょっとあんまり良くないよねとか。最初切れずに言っていいってこと、まあまあいいよ、冷静に話し合いみたいな。バレーよりな。あれ本社で喋っとったら、安井さん来た、安井来た、安井来たみたいな。ちょっといいかなみたいな。ちょっとやばいね、ちょっといいかな。ちょっと練習して、これお前安井やって、ちょっと練習してやって。ちょっといいかな、ちょっとさすがにやばかった。お前どの立場で、めちゃくちゃできる仕事をできる人じゃん。まあまりでも喋ってこれ発水品。大丈夫、もういつまででもおかしくないな。石田さんは二人でいる時よりみんなでいた方が発水とか人物きてほしいみたいな。ああ、まあそうか。な、いけるだろ。泣かせろ、とにかくあいつ泣くまでやれよ。そんなさ、みんな強くないんだって。いや、あいつ今多分ね、メンタリーいかれてる。俺相当怒られたから。今頑張っとんだって多分。もう1週間ぐらいはちょっと頑張ってる人にさ、そのさ、追い落ちことで心折れたさ。ちょっと仕事辞めたんですか、俺って責任取らんよ、みよ。だから YouTube が面白いんだから。ちょちょ、 YouTube 的には面白くなるかもしれんけど、辞めましたって撮った後、困るじゃん。別に俺はあいつ辞めても困らん。それが一番心折れるわ。これ使われとるな、これ動画使われてる。いや、お前もいいよ、じゃあ。その方が面白いじゃん。いや、俺も見てるってそう思うよ、とか。はい、だけどで、俺が言ったらちょっと視聴者的に面白くないから。まあ、俺は逆に安井の味方になる。なあ、いつ調子こくじゃん。アホだから。俺に騙されてると思わずに。俺はあいつ味方っていうかさ、どっちの味方もつかずの方がいいんじゃない。社長は言ってこないみたいな。いつもだったら俺怒られて一緒に見ようと思ってたじゃん、前の。だったら今日は俺の味方みたいな。ああ、そうだな。じゃあ本社に行きましょう。じゃあワープして、MZ 風に本社にワープして。これこっちこっち。大丈夫ですか。こっちかこっちあんの。まあいいや。で、じゃあ MZ さんに電話して聞いて今。どうなってもわかる。よし、行ってみよう。せーの。ちょっと顔が、いや、怒っとるとかで動画が変に。だけど顔が。プラシープラス余裕ないって。余裕ないとか練習するし、取りに来たけど取れなかったみたいな。午後でも諦めかけてます。さあ、ちょっと聞きますか。安井。はい。こっち来いよ。こっち来いよ。こっち来いよ。はい、YouTube とか見とって結構それと思う？まあ。はい。ちょいちょい喋るよね。おいよ、それ。たまに話題になる夫婦でも。いや、なんか動画見とって、ちょっと気になるとか言って。気になる。痩せたこと？もうでもどれぐらい？痩せたってそんな出てないじゃないですか。あ、そうか。俺、YouTube やり始めてどれぐらいだ？でも1ヶ月。1ヶ月ちょい。
一人でやり始めて1ヶ月半ぐらい、もう言うてうちに2ヶ月かな、なんか YouTube ちょっと見とってちょっと違うなみたいな、なんかちょこちょこさっき喫茶店見るのしゃべってさなんでそんな私見てくるんですか、お前かみたいな顔してしゃべって、俺もこの間のことばっかじゃん、はい、1年半ちょうど、まあ、せっかくだけ伝えたってって話をしとってさえお前なんか言うなこと言ったらだろうじゃん勘弁してくれよ、ずっとしてくるけど、じゃあなんかよく喋るのは喋りがやっぱ少ないから、安井さんが社長一人が頑張ってその現場にいる人と回してそれにちょっと乗っかってるみたいな、安井さんが乗っかってもないけどね、そうそうそう、なんか相槌程度で乗っかるかぐらいしか行けてないから、一人で作ってるみたいな感じ、社長が。ああ。分かる。うん、分かる。うん。だからじゃあただの置きカメラと一緒になってる状況だよねみたいな。お前同じこと、俺と同じこと、俺同じことこいつ言ってるもん。はいはい、お前カメラスタンドでいいやって、運転手で雇ったんじゃねえだってねって。そうそう、まあ運転手なの。運転手兼みたいな感じがあるけど、うんうん、もうその置きカメラ状態になってるのがあるよねみたいな、うんうん、そのなんかねちょっと難しいですけど、まあ俺もさ、この間安井にさ、そのね、まあ、怒ったよな、はい、だけどまあこいつはこいつなりに他の仕事もすごい一生懸命やってるし、まあ、YouTube もさ、まあ、まだ1ヶ月だから、うん、まあそれはそれでまあまあ、しょうがないのかなと思って見とるんだけどね。でももう1ヶ月毎日撮ってるわけでしょ、うん、まあ、毎日のように現場に行って、うん、毎日のように社長といて、うん、ミオとキャラとかも違うかもしれんけど、相槌だけじゃなくて何か発言とかもするとかはできるわけじゃん、1ヶ月もあれば、うん、分かる、うん、まあ、分かる、そ、まあ、俺もまあそう思って怒ったりもするんだけど、そのやっぱライブのこともあるから、うん、携帯のこともやらなきゃいけないけど、じゃあ社長にそれを言って30分だけで収めてくださいとか、動画の撮影を、うん、だけにして携帯をもう触らず集中して、うん、相槌だけじゃなくて、うん、その絡むってもいいから社長に絡むとか、うん、まあそうだよね、編集があるから、そういうのが全くないから、うん、適当な相槌してるだけみたいな感じになって、うん、こうやってこうやって持っとるだけで、そうで社長が一人から元気みたいな状況になってるのが今の動画だったり、だから塗装の人ってやっぱ静かな人が多いから、うん、足場入りも社長が一回り頑張ってやってる、なんか安井さんがああみたいな、なんかちょっと適当な感じだと、うん、いやマジでしらけた動画じゃないみたいな、うん、いやまあ集中できてなかった部分ももちろんあるから、そこをまあ YouTube にまあ言い訳やけど、もっと前向きに取り組もうかなって、まあ怒られてからになったっていう部分がある。あ、社長に、うん、社長の言いなりだったら今の変わらないですよね。だから社長がじゃあ行こうかって言って行って、あれこれやりたいけど、でも撮影もめっちゃ不満溜まってるやんみたいな、まあ、頑張る、まあ、頑張るのは頑張るんですけど、いやお前ミオもっとお前来されんじゃん、もっとお前めっちゃ撮ってる、思うことはいっぱいある、ショーも撮ってるって思うこと言った、思ってること全部言ってるよ、その動画だけじゃなくて、なんか編集者さんとの連絡もたまになんか電話行けますか行けますって言ってからのなんか レスポンスがちょっと遅かったりするかなみたいなのもあるし、うん、その一人のミオが使ってた人は連絡しなさすぎたのか、コミュニケーション取ってなさすぎて使えなくなっちゃった人も一人いるから、あれはミオちゃんと引き継いでから、うん、僕後でいいですよって、僕他の仕事あるんで言うて、あの緊急になったら使ってください言うて1ヶ月ぶりに連絡したらあんな感じで断ってきたみたいな、それもちょっと連絡どうですかとか1ヶ月もしないぐらいで連絡した方が良かったかもしれないです。いや結構面白く編集してくれる人だったから、その人がだからその1ヶ月間放置っていうのがちょっと良くなかったのかなみたいな、動画あるないとか別で連絡しとかないと、うん、まあそうやっぱ1ヶ月ないってでかいと思うんですよね、編集してくれる人にとって、うんうん、そうやな、なんで笑っとるんですか。いや笑ってや、こんな顔や、遊びじゃないんですよ、分かってるよ、俺やりましょうかね、カメラやれよ、ちょ、うん、僕そう簡単じゃない、1ヶ月だったら全然できると思うんですよ、それを言われて悔しくないのかなっていうのが見覚える、だってやってるわけ、翔さんより連絡取れんのコミュニケーションがなかったってことでしょ、やってたけどな、向こうにも問題あるね、絶対それってだから人のせいにしたら終わりなんですよ、そうなんですよ、いやいやいや
言ってるの。いや、相手に引き継ぎの時にわざわざ電話し、わざわざっていうか電話して向こうの意見を聞いて、じゃあ、あの、オーバー言うたら、編集が間に合わんとき頼みますね、そのときお願いしますねって終わってるから。だから、ミオちゃんだったら多分、それは、切れんかったから。いや、誰だよ、だったらとか、そんな話やめよう。実際任されてる。実際困ってるじゃないですか。いや、今困ってないよ。人のせいにしすぎなんですよね、さっき編集者さんがとか、その相手がって。俺は悪くないって言ってたじゃないですか。悪くない。で、その俺悪くないが、ちょっとおかしいんじゃないですかってなるじゃないですか、普通に。いや、悪かっただろうが、でもミオちゃんとか翔くんに言われるところじゃないで。任されたんやから。いや、でもできてないじゃないですか。だから僕らは、やろうと全力してるやん。今は第三者だから、第三者の意見からしたら、こういうふうに。第三者が物言うなよ、じゃあ。こっちだって必死にやってんのよ。やっとる、いや、で、やっとるように見えないですよ、僕らは。いや、何も知らんくせに言うなよ、ほんま。いや、知っとるから言えるでしょって。うん。なんかこのタイミングやから、ボロッカス言ってくるかもしらんけど。このタイミングだからこの話をしてるじゃないですか。だって別にじゃ、うん、普段からじゃこういう話をじゃ本社に来てとか電話でとか言うことじゃないじゃないですか。いや、なんか引き継ぎの時に私は何回も言いましたよね、うん、私からしたらなるじゃないですか。引き継ぎする時に何回もこうしてくださいって。じゃ自分完璧にできてたんか。じゃ完璧、完璧じゃないですよね。じゃ完璧にやってくださいって言ってるわけじゃないですよね、うん、私だって。じゃ頑張るって言ってるやん。じゃだから頑張るって言って1ヶ月何が終わったんですかって、うん、今だから1ヶ月やん。1ヶ月あるんですよ。1ヶ月以上あるんですよ、うん、実際的には。それができてないのに1ヶ月やん、たかが1ヶ月やんみたいな、なんかその余ったことを言ってた。じゃあ1ヶ月2ヶ月でできてたんか全部。だから全部やってくださいって言ってなくないですかって、うん、いや今そういう風に聞こえるけどな。いや社長に最近1ヶ月じゃん、1週間ぐらい前に怒られて、僕なりに対応を考えて全部今動いてるところなんや。今から見とけ、ぐちぐち言わんね。この1ヶ月変わってない人がこの1週間とかで、まあ安井もまあまあこれね、一週間前に怒って、俺は言ってほしいなと思ったら絶対できてないから。で、まあ最近は頑張っとるしなーって思うので。で、言ってほしいなと思ったから言ったわけでしょ、うん、で、この対応でしょ、こっちからしたら。いや、第三者や。だけど社長がやってくださいって言ってきたんですもん。いや、もう言わんでいいよ。分かってよか、自分で。自分で 100% 発揮できてなかったら。1ヶ月以上あるんですよ。私最後の最後に逆切れしてきたくせに結果これじゃないですか。だけど結果じゃできてないじゃないですか。そんだけ喧嘩売ってきて、私ああ喧嘩売ってきたのさっきそっちや。僕喧嘩するようなタイプちゃうで、うん、今も言ってきたから反論してる、ね、知らないですけど、うん、逆に物の言い方考えろ、うん、そちらがですよね。そちらがお前第三者やで。じゃあだから第育休やで。バトンタッチした側や、任せた側や、任せたやったら任せきれんだったら、うん、じゃあ社長に言ってください。社長が意見言ってたんですもん、うん、じゃあ社長に言えばいいじゃないですか。なんで私に言ってくるんですよ。いや言われたまんま言ってくるのおかしい。言われたからじゃあ思ってることは言えませんでよかったんじゃない。いや物の言い方悪なお前の投入で、うん、お前誰口聞いとるの。いや翔くんや、うん、おかしいやん。さっきからお前言い方がおかしいって、うん、でもこっちは先輩なんでしょ。でもいや先輩とか関係ないわ。物の言い方になってんの俺初めは。じゃあだから、うん、こっちは聞いてたよ。ヒートアップしてた。別に説教するために呼んだわけじゃないじゃないですか、うん、別に教えでしょ。でそれにハマかってきたの。教え方おかしいやん。それで自分でしょ、ハマかってきたの。だからこうなっとんなんて。なんでやん。なんでやんじゃなくて、うん、まあ必死にやってるか今社長。一ヶ月おかしいよ。うん、まあ、手はやめろ。まあ言いたいことは言えないんだけど、うん、僕はお前社長に怒られてからこれからだって思ってちょっと気持ち入れ替えて頑張ろうと思ってるんですよ、うん、ほんまに。で第三者がこう言ってきたらやる気なくしますよ、ほんま、うん、でそれでやる気なくすのがやばいんです。悔しいと思ってやる気出たら逆に出ないんですか。逆に出るよ、うん、やる気なくすって言ったじゃないですか。あそれちょっとじゃあ言い方間違ったかもしれんけどさ、うん、今やる気もあんまりしてるところない。でも社長が 1週間前に怒られたからって言ったじゃないですか自分、うん、でもそれプラスもっとそうやってミオたちの意見を言ってほしいって言ったの社長なんですもん。だから安井さんにはまだこの1週間あっても足りてないってことじゃないですか。社長から見て、はあ、俺が言っただけじゃ足りてないっていうのが現実なわけじゃないですか。いや任せろって。いや任せろ任せろって。任せたらそれじゃないですか結果的に。いやこれからって時間差で任せて結局痛いよ痛いよ社長痛いよ社長に痛いよとか言ってる。いやちょっと今真剣な話してほしい。いやパハラよ。だから痩せないんですよ。いや痩せてるからだから出るんですよ翔くん。あの笑ってるけどコメント欄見て。違うもう、うん、ドッキリだからいつまでも熱いですドッキリだから。いやドッキリじゃないってこれガチやから俺言われてるから言わな。お前そこ座れ。僕っすか。いやだからちょっと途中笑っちゃいそうだったもん。いや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 
笑えない笑えない。マジ。っていうか、ショーも何にも言わんやん。はい。アドレナリン。じゃアドレナリン全部出たんですよ、俺。違うところから出ちゃった。腹から全部出ちゃったんです。もっとお前ガチガチ。なんかやっぱ僕としては、はい、ほんま怒られてから、うん、やっぱもうライブ配信も自由に2年間やらせてもらってたから、うん、まあ2番手、3番手育ててなかった僕の責任やなって、うん。で、まあお前が、まあ、この怒って1週間は変わってきたなと思うのは。うん、だけど、まあ。いやそれら今のタイミングでドッキリはやめてほしい。しかもその話から今なら火がつけれるみたいな感じになって、それでもし変わってなかったら今の仕掛けてくれてもよかったけど、今見とけよと思ってる時にまたあるの、もうっいや逆に頑張ってないやつにやれない、相手にしなくなる。頑張ってないやつに動画撮れないじゃん、撮れないっていうか女いけないじゃん、お前仕事頑張ってねえだろっていうやつに頑張ってねえだろって動画撮れちゃう。デブのやつにデブって言えんじゃん。言ってるけどめっちゃ言ってるけど、ね、だけどちょっと痩せてきて自信についてきてるからデブって言ってあげた方がいいわけじゃん。だけど本当にもっとデブの時から本当にこの子多分デブって言ったら死んじゃうなっていう子に言えないの、傷つくだろうなっていう子には言えんわけじゃん、はい、まあだけどまあ今お前の返しはまあ70点はやったけど、こいつは0点だからミオは100点だったよ。よく頑張った、よく頑張った、本当によく頑張ったな、マジマジ嫌われ役やったよ。マジで視聴者でみよバカ叩かれるこれ。ちょっと本当にショック受けてそのなんかこっちが罪悪感。じゃあ俺はまあさ仕事ができるでいいんだよ。やっぱ人として成長してほしいから。人として成長していけば仕事ってできるようになっていくから。今日明日の1個2個なんかどうでもいいって思うから。まあ怒るけどな、細かいこと言うけど。まあまあいい動画だったんじゃないですか。いや分からんっすよ。いやいい感じの言い合いだったよ。はい、じゃあ皆さん、せーの、また見てね。あれしないと、なんかスラッツ、スラッツ、あ、インスタの、なんだっけ、スラッツ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 、インスタの、スラッツ、下についとんだろ。インスタのこのあれだよ、アカウントがあるじゃん。うんうん。のアイコンの下に番号があるの。本当にツイッターみたいな感じで軽くつぶやける感じだから。そうそうそう。写真がなくても、だからなんか今日は何々だったとかだけでもいけるから。うんうん。橋本の YouTube どうなったの最近？あ、それは。痛いとこ疲れたけど、はい、橋本さん YouTube のことについてちょっとお前さっきこれ言っとったよ、なんか癒しに文句言っとったけど、よく言えたなお前。すいませんもう一回さ、もう一回カンタさんと謝罪会見開いた方がいい。謝罪会見でやってからの2本ぐらいしか勝てないの。だからもう一回謝罪会見しちゃうからね。謝る口だけ。もうちょっと13分喋ったで、じゃあ、はい、せーの、また見てね。スラッツじゃない。スラッツ。わかんない、なんかなんで。